なんとも残念だった戦国武将トップ5。第5位、明智光秀。突如として謀反を起こしますが、大義名分を明かさないために世間から反感を買い、結局、大急ぎで引き返してきた豊臣秀吉に敗れました。第4位、龍造寺高信。太っていたため馬に乗れず、逃げることができず撃たれてしまいました。第3位、今川氏真。文化人として傾倒し、父の仇である織田信長の前で蹴鞠を披露し、笑われたと言います。第2位、大内義隆。戦から身を引き全く政治に関わらなくなったため、家臣の末春方に大内軍を乗っ取られ、大内家は滅亡しました。第1位の発表の前にチャンネル登録、高評価。また他にも残念な武将がいればコメントで教えてください。第1位、細川政元。いつかは天狗になりたいと考え一切妻をめとりませんでした。そのため後継者が決まらず細川家は内乱を起こしました。